じゃんじゃかじゃーん。どうもー、トカゲのテンです。今日はな、めっちゃ珍しい生き物見てきてんて。奈良県にあるココカラーズさんっていうエキゾチックアニマル専門店なんやけど、ここでな、いろんな生き物いててな、で、動画撮っていいよって言ってくれたから、みんなも見てみて、面白いで。はい、まずはふとあごひげトカゲ。まだベビーちゃんやで。ほら見てこれ、かわいいの。ちっちゃい。ほら、どっさりいててん。ほら。ぶち覗いてる子も。いっぱいやで。で、バナナスパイニーテールイグアナっていうイグアナさん。でっかやろ。で、クレステッド月光。めっちゃ見られてるな。で、ウスタレカメレオンっていうカメレオン。で、エボシカメレオン。パパはいつかカメレオン飼ってみたいって言ってるわ。で、青ジタトカゲの赤ちゃんかな。ちょっと間違ってたらごめん。で、ギリシャリクガメとケズメリクガメかな。で、こっちはロシアかな。で、ちょっと名前忘れちゃった。で、アカメカブトかな。で、テイラーカワリアガマ。何気にパパはこのトカゲちゃんがかわいいねんて。いつか飼ってみたいなって言ってるわ。ちっちゃいやろ。ずっとちっちゃいねんて。で、ひなたよろいトカゲ。これもな、結構可愛かってんて。ちっちゃってな。これもなんか、パパいつか飼ってみたいなって思っちゃったらしいわ。いつか飼いたいのばっかしやな。で、パパのいつか飼ってみたい生き物ランキング1位のミーアキャット。なんかな、もうこのミーアキャットのなんか甘える時の声がな、パパ好きなんやって。ずっとクークー言うてるやろ。でもミーアキャットってさ、サバンナのギャングって言われてるぐらいな、気性も荒いらしいからな。ちょっとな、その辺が、まあ、いつか飼ってみたいけど、ちょっとかまへんか心配やなってパパ言うてるわ。で、店長さん一押しのプレーリードッグ。プレーリードッグでも動物園似てるやつやんな、もうな。結構大きなるみたいやしな。かわいいやろ。ほら、動き回ってんね。でもなんかどっか逃げていきそうな気するけどな、意外とずーっとな、こうやって人のそばにいてんね。こっちの子は出してほしそうに見てんね。ほら、かわいいやろ。でほら見て、お腹ほら、ウィ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 ってされてんね。ほら見てこれ、超ベタなれやろ。中もなんか気持ちよさそうやしな。で、レオパからのプレーリードッグ。で、すっげえ落ち着いてるウサギさん。目の周りの黒は可愛いよな。さあ、こっからは珍しい生き物がいっぱいや。コモンマーモセット。お猿さんやな。めっちゃ動き早い。でも絶対猿はな、賢いねんで。賢そうやろ。で、リスザルさん。リスザルなんてもう、ほぼ人間やんて、パパ言うてたわ。見てもなんか動きがもう人間の子供やろ。
ほら、ボールもキャッチすんねん。ううってすんねん。おやつちょうだいってしてるって。もうなんかもう手のひらも手相とかあって、もう手相占いできんちゃうって感じらしいで。おやつちょうだいやって。ううって。それしたらおやつ。で、生姜ラゴ。おっきめやろ。ピザトルくんが有名やな。おとなしい子やな。うん、びっくりした。かわいいな。で、これ見たことある？もうな、パパも初めて見てんて。てか名前ももう初めて聞いたって。さっきの小ガラゴやん。この子はな、大ガラゴって言うねんて。まんまやろ？この子らは兄弟とか。違います。年に1回1匹しか産まないんで兄弟じゃないです。全く別の。そうです、うん、もしかしたら素材で。でも大ガラゴっていうだけあってな、ほらめっちゃでかない。マンペア。まだ生まれて2ヶ月ぐらいやって。それでこの大きさやで。ほらめっちゃ大きいやろ。もうコアラみたいな。で、どっさり赤原イモリ。めっちゃイケるやろ。っていう感じで珍しい生き物がいっぱいいててんて。でもお店にはな、もっといっぱいいてんねんで。いろんな種類の生き物が。リスザルとか、それこそオオガラゴなんてなかなか見れるもんでもないし、どの子もみんなベタなれやから、触ってみたい子置いてたら店長さんにお願いしたら触らせてもらえるで。関西に住んでる人は、ぜひ一回行ってみて。めっちゃ面白いで、マジで。で、うちは、福桃もな、連れて行って爪切ってもらったりしてるからさ、福桃買ってて爪切りで困ってる人いてたら、連れて行ったら切ってもらえるで。で、爬虫類のイベントとかでも、しょっちゅう出店してはるしな、店長さん気さくでめっちゃ喋りやすい人やから、喋れる気があったら、ぜひ喋ってみて。今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。車買える値段の生き物もいてねんで。マジで。